皆さんおはようございます。6月5日水曜日です。今日の全国のお天気をお伝えします。この時間の担当は青原桃香です。どうぞよろしくお願いします。今日は西日本から東日本では高気圧圏内ということで広く晴れる予想となっています。一方で北日本では天気の急変に注意が必要です。まずはこの時間までにいただいている皆さんからのウェザーリポートを見ていきましょう。1枚目は北海道空知郡内江町の方からです。北西の空、しとしとパラパラの雨、気温10度ほど、南寄りの風微弱といただいています。北海道では朝からすっきりしない空が広がっています。現在北部や日本海側を中心に雨の報告です。こちらの空知郡でも朝からしとしとパラパラの雨ということでリポートいただいています。では続いて見ていきましょう。新潟県新潟市秋葉区の方からです。おはようございます。雲が多い空で朝日見えません。先ほどぽつっと雨を感じましたといただいています。東日本から西日本では朝から広く晴れているところが多いんですけれども、新潟県では現在曇りや雨の報告多くなっていますね。日本海側では一部雨が降っているところもあるようです。では続いて見ていきましょう。神奈川県横浜市神奈川区の方からです。朝日涼しいですね。まだ曇っていますが今日は晴れそうでしょうかといただいています。関東では先日までは、ね、天気の急変等が多かったんですけれども、今日は関東では広く晴れて日差しが届きそうです。この先も、ね、穏やかな陽気となりそうです。ここまでは皆さんからいただいたリポートをご紹介していきました。ではここからは予報センターの吉野さんに今日のお天気伺っていきます。吉野さんよろしくお願いします。お願いします、はい、今日は朝から晴れの報告、はい、西日本や東日本多いですが、うん、日本海側では一部すっきりしない空となっているところがありますね。そうですね。今も広がっている雲もこの後徐々に解消に向かって晴れてくるところが多い見通しです、はい、皆さんの報告で現在の様子を確認していきます。この時間帯九州から東海関東西日本東日本の太平洋側は概ね晴れておりまして、東北でも晴れの報告が多い状況ですね、はい、一方で山陰から北陸にかけて日本海側のエリア少し雲が多く一部で弱い雨、また北海道は全道で雲に覆われておりましてしっかりと雨の降っているところがあります、はい、レーダー画像を重ねていきましても北海道付近はしっかりと雨雲がかかっておりまして、この後も雨の降りやすい状況が続く見通しです。今日は日本付近、日本海から徐々に高気圧に覆われてきております。この影響で今日は晴れるところだんだんと増えてくる予想です。ただ日本海側は高気圧の縁を回るような形で海からの風が吹き込んでいるため雲が広がっているような状況、高気圧の中心が東に移動することでこの海からの風解消しますので雲はだんだんと取れてくる見通しです。一方で北海道付近、この低気圧の影響で雨が降っております。この低気圧、上空に強い寒気、5500メートル付近でマイナス21度以下という寒気が伴っておりますので大気の状態が不安定ということになります、はい、このため北海道ではこの後午後にかけても雨が降りやすく、一時的にはしっかりと強く降って雷を伴うといった心配もある状況です。はい、今日の天気分布予想を見ていきますと、はい、北海道は特に道北エリアですね、雨の降るところが多くなります。西日本、東日本は日本海側の天気も回復しまして、おおむね晴れるところが多い予想ですね。午後にかけても晴れのエリア続きますけれども、北海道は断続的に雨が降って雷を伴う心配があります。また東北でも北部を中心に雲が広がり、ところどころでにわか雨がありますので、天気の変化注意が必要です。はい。今日は各地日差しがしっかり届きそうですけれども、この先の気温はいかがでしょうか。はい、今日は昼間の気温上がるところ、晴れるところで多くなりそうですね、はい、朝の気温から見ていきますと、この時間帯は内陸部を中心に少し冷え込んでおりまして、西日本の山沿いでも10度割り込んでいるといったところがある状況です、はい、北海道も道東や道北では10度未満というところがほとんどですね。昼間は日差しが届く西日本、東日本で気温が上がりまして、25度以上を示すエリア、
かなり大きく広がっております。場所によっては30度に近づくところがありますので、日差しの下では暑いくらいに感じられるところがありそうです。一方で北海道は1日雲に覆われて雨も降りやすいということで気温が上がりません。ほとんどのところが10度前後で、オホーツク海側では10度に届かないところもありますので、昼間も上着が必要ということになりそうです。はい、各地日差しが届くところでは日中の気温上がりますので、ぜひこまめな水分補給なども心がけてください。では最後に今日の空読みを教えてください。はい、空の注目ポイントを確認していきます。断続的に雨が降る北海道、そこの黒い雲に覆われますと雨がざっと強まったり雷を伴う心配が出てきますので要注意ということになります。はい、また東北の北部ですとか種子島屋久島付近ですね、この辺りもにわか雨の可能性があります。雲の底が低くなってきますと雨の降り出す可能性がありますので、雲の高さの変化が注目ポイントです。また本州付近ですね、昨日までに比べると大気の状態それほど不安定にはなっておりませんけれども、山沿いではもくもくした雲が大きく成長してにわか雨の可能性がありますので、はい、入道雲が大きく成長してきたら念のためにわか雨にお気をつけください。はい、今日は広く青空が楽しめそうですけれども、北日本では天気の急変にお気をつけください。ここまでは予報センターの吉野さんに今日のお天気伺っていきました。吉野さん、ありがとうございました。では改めて今日のお天気をアイコンで確認していきましょう。6月5日水曜日の今日の全国のお天気です。北日本では寒気の影響で天気の急変に注意が必要です。西日本から東日本では気持ちのいい陽気となります。まずは西日本です。広く晴れて日差しが届きます。ただ九州の南部や山陰、近畿の北部では雲が多めの空となる時間がありそうです。昼間はカラッとした暑さとなり、朝晩との体感差に注意が必要です。沖縄は梅雨の中休みが続きそうです。本島を中心に日差しが届く予想です。先島方面では雲が優勢の空となるものの、大きな天気の崩れはなさそうです。ただにわか雨が心配です。前日よりも昼間はムシッと感じそうです。特に屋外で活動する際はこまめな水分補給を心がけてください。続いて東日本です。寒気の影響が弱まり、天気は回復するため晴れるところが多くなる見込みです。ただ内陸山沿いでは午後は天気急変の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。関東や東海は気温が上がり、日差しの下では少し暑く感じられそうです。おしまいに北日本です。寒気の影響を受け天気急変に注意が必要です。北海道では雲が広がるすっきりしない空となり、道北を中心に雨が降る予想となっています。強雨や雷雨の可能性があるため、外出の際は雨具をお持ちください。昼間は前日よりも寒くなるため暖かい服装が良さそうです。東北は日差しが届いたり曇ったりと変わりやすい空で、にわか雨が心配です。昼間の体感は日差し次第となるため、調節のしやすい服装がおすすめです。以上、今日の全国の天気をお伝えしていきました。皆さん、改めましておはようございます。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお届けしていきます。担当は青原桃香です。どうぞよろしくお願いします。昨日までは東日本などでも天気急変に注意ということでお伝えしていきましたけれども、今日は北日本でお天気の変化に注意が必要です。では早速今日のお天気のポイントから確認していきましょう。まず一つ目は東日本です。天気は回復し青空が広がります。今日は各地穏やかな空が東日本では広がる予想となっています。もしかすると青空ランキングも開催できそうですね。情報が入り次第お伝えしていきます。そして二つ目です。北日本は急な雨の可能性があります。
特に北海道では東北を中心に雨が降りまして、強雨や雷雨に注意が必要です。この先の空模様の変化にもお気をつけください。そして最後3つ目は西日本です。西日本でも広く日差しが届きますが、体感の変化に注意をしてください。朝晩は過ごしやすく涼しいと感じるような気温でも、日中気温がだいぶ上がるところがあります。25度前後まで気温上がる予想となっていますので、1日の寒暖差にお気をつけください。落語の日、アイリンさんの日ですね落語といえばアイリンさん、ね、何かお話聞けるんでしょうかね。ね、あとは今日は環境の日でもありますので、環境に優しく落語も楽しんで一日お過ごしください。アイリンさんの日ですね。ではここまでは今日の天気のポイントをお伝えしていきました。では続いて現在の天気報告見ていきましょう。この時間までにいただいている皆さんからのお天気報告です。各地東日本から西日本では朝からしっかりと晴れているところが多くなっています。南西諸島では本島で曇りの報告多いんですけれども、今日も梅雨の中休みとなりまして、大きな天気の崩れはない予想です。ただ先島方面、現在曇りの報告一部いただいていますけれども、レーダー重ねていくと付近に細かい雨雲が点在をしています。大きな天気の崩れはないんですけれども、にわか雨に念のため注意してください。そして現在は晴れている東日本から西日本でも、日本海側を中心にすっきりしない空となっています。で、各地晴れというコメントも多いんですけれども、この時間高気圧の縁を回って、その影響でこのようにすっきりしない空、一部弱い雨の報告をいただいております。だんだんと日差し届いてきますので、日中は洗濯物の外干しなどできそうです。北日本を見ていくと、北海道では日本海側、そして道北を中心に弱い雨の報告をいただいております。太平洋側では曇りの報告が多いですね。この先北海道では特に天気の急変に注意をしていただきまして、強い雨や雷にご注意ください。では続いて1時間の降水量を見ていきます。アメダスで観測されている降水量では、現在北海道を中心に広く観測しております。道北小江戸では1時間に 0.5 ミリということで、そこまで雨足強まっているわけではないんですけれども、だいたい 0.5 ミリから1ミリ程度の降り方となっています。ただ急に強まるという恐れも今日は1日ありますので、お気をつけください。そしてこの時間ですと、新潟ですとか近畿の北部などから弱い雨の報告いただいておりまして、だいたい1時間に1ミリ前後という降り方のところもあります。ただこの先は次第に日差し届く予想となっています。ではここまではアメダスの降水量を見ていきました。では現在実際に観測されている気温を見ていきます。5時現在、南西諸島はオレンジ色、20度から25度といった気温となっています。那覇では 22.5 度、昨日よりもムシッと日中感じられそうです。そして本州見ていくと、内陸部を中心に気温下がっていますけれども、広い範囲で10度から15度というところ、緑色のプロットが多くなっています。関東、東京では現在 16.8 度、日中27度前後まで気温上がる予想となっています。各地25度を越すところ今日は多くなりまして、朝晩はひんやりと感じるところもありますので、寒暖差にお気をつけください。ではここまでは気温も見ていきました。ではここからは今日のお天気エリアごとに見ていきます。ウェザーニュースアップデートのお時間です。
北海道の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。雲が広がるすっきりしない空となり、東北を中心に雨が降る予想です。強雨や雷雨の可能性があるため、外出の際は雨具をお持ちください。予想最高気温は札幌で14度、旭川でも14度です。昼間は前日よりも寒くなるため、暖かい服装が良さそうです。以上、北海道の今日のお天気をお伝えしました。東北地方の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。日差しが届いたり曇ったりと変わりやすい空で、にわか雨が心配です。外出の際は晴雨兼用の傘がおすすめです。予想最高気温は仙台で22度、秋田で20度です。昼間の体感は日差し次第となるため、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、東北地方の今日のお天気をお伝えしました。関東地方の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。広く晴れて気持ちのいい空が広がります。北部の内陸山沿いでは午後は天気急変の可能性があります。もくもくとした雲や暗い雲が近づいてきたら、急な強い雨や雷雨の可能性がありますので、空模様の変化にお気をつけください。東京の予想最高気温は27度です。朝晩は過ごしやすい体感で、昼間はカラッとした暑さを感じそうです。以上、関東地方の今日のお天気をお伝えしました。中部地方の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。広く晴れて日差しが届きます。内陸山沿いを中心に午後は急な雨や雷雨の可能性がありますので、天気の急変にお気をつけください。予想最高気温は名古屋で29度、金沢で23度です。昼間はカラッとした暑さを感じそうです。一日の寒暖差が大きくなりますので、服装でしっかりと調節を行ってください。以上、中部地方の今日のお天気をお伝えしました。近畿地方の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。晴れて気持ちのいい陽気となります。ただ北部では雲が多めとなるものの、だんだんと晴れていく見込みです。予想最高気温は大阪で28度、京都で27度です。以上、近畿地方の今日のお天気をお伝えしました。中国、四国地方の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。日差しが届き晴れるところが多くなります。山陰では雲が多めの空となっても、次第に晴れて日差しが届く予想です。予想最高気温は広島で26度、高知でも26度です。朝晩は過ごしやすく、昼間はカラッとした暑さを感じそうです。調節のしやすい服装がおすすめです。以上、中国四国地方の今日のお天気をお伝えしました。九州、沖
沖縄の今日のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。まずは九州のアイコンです。広く日差しが届き穏やかな空となります。ただ南部では日差しが届いても午後はだんだんと雲が優勢の空となります。予想最高気温は福岡で25度、鹿児島で27度です。続いて沖縄です。本島を中心に日差しが届き梅雨の中休みとなります。先島方面では雲が優勢の空となるものの日差しのチャンスもありそうです。ただにわか雨に注意をしてください。予想最高気温は那覇で27度です。本島では前日よりもムシッと感じそうです。こまめな水分補給を心がけていただき熱中症にお気をつけください。以上、九州沖縄の今日のお天気をお伝えしました。ではここまでは各地のエリアごとのお天気お伝えしていきました。特に東日本から西日本では日中の気温が高くなって暑くなりそうです。ただカラッとした暑さになりそうです。一方で北日本、北海道では前日よりもだいぶ気温が低いところもありましたね。服装でしっかりと調節をしてください。ではアプリから服装予報を見ていきます。アプリのマイ天気の方からもこのように服装予報ということで表示されています。こちらを選択していきますと、この先の服装予報をご覧いただくことができます。ではまずは北海道から見ていきたいと思います。札幌市中央区を見ていきますと、朝晩は厚手セーターやスウェット、そして昼間も同じように厚手セーターやスウェットが良さそうです。北海道その他のエリアを見ていきますと、道東エリアはどうでしょう。道東の根室市を見ていくと、さらに厚手の方が良さそうです。朝晩は冬物コート、そして昼間は春秋コートということで、一日を通してコートが活躍しそうな今日は一日となっています。今日は北海道ではしっかりと暖かい服装でお過ごしください。一方でしっかりと日差しが届く関東、こちらの千葉市美浜区では朝晩はカーディガン、昼間は半袖で良さそうです。半袖シャツがおすすめです。で、ね、カーディガンまだ健在ですね。もう調節がしやすいといったらカーディガン重宝するんですけれども、ぜひこのように調節のしやすいような服装でお過ごしください。日中気温が上がる場所ほど朝晩との寒暖差が注意となります。ではここまではアプリの服装予報を見ていきました。ではこの後も最新の気象情報を中心にお届けしていきます。皆さん今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回りました。引き続きこのお時間は青原桃香が担当します。どうぞよろしくお願いしますお話ししながらすごく隣に輝くものを感じるなって
感じますね。すごい、画面がすごい明るいですね。ちょうど私の右肩に来て、ね、乗っかっていますけれども、今日は朝から幕張周辺すっきり晴れています。おー、なんだかこう昔プリクラを学生の時よく撮ったんですけれど、プリクラの背景にこういうのありました。わかりますか？なんかこういう感じでみたいな。ね、あったなっていうプリクラの背景みたいな、わかります？皆さんプリクラ撮ったことあります？プリクラ背景のような、ね、景色となっています。うん、その他もう皆さん出勤通学されている方多いかと思いますけれど、街中の様子もちらっと見てもいいでしょうか。今日は本当に水平線が綺麗ですね。この辺をシュピクラ新しい造語ができましたね、シュピクラ。あー、自転車の方もいらっしゃる、学生さんもいらっしゃいますね。あ、ワンちゃんのお散歩ですかね。ワンちゃん、あー、ワンちゃん、ワンちゃん元気です、見えますかね。うん、影もはっきりしていまして、朝から過ごしやすそうです。私昨日モーニングだったんですけれど、昨日の出社する時の体感と今日比べた時にだいぶ今日ちょうどいい気温でした。うん、なので昨日と全然違うなと感じて、朝は過ごしやすいと感じている方も多そうです。ぜひこの先は日差しが届くところでは気温上がっていきますので、服装調節していただけたらと思います。ね、朝散歩も気持ちよくできるような天気です。ではここからは今日のお天気のポイントを改めて見ていきます。まず一つ目は東日本です。天気は回復して青空が広がっています。日本海側ではまだすっきりしない天気と空となっているところもありますが、この先次第に日差しが届いて洗濯物も外干しできそうです。そして2つ目は北日本です。急な雨の可能性があります。北海道では朝から雨が降っているところもありまして、この先強雨や雷雨の恐れもあります。同じく北日本でも東北ではまだまだ雨の報告少ないんですけれども、この先一部にわか雨心配ですので、急な雨にお気をつけください。そして最後3つ目は西日本です。今日は西日本広く日差しが届いて晴れるところが多くなりますが、この先の体感の変化に注意をしてください。特に日中25度以上気温上がるところもありますので、熱中症にもお気をつけください。では今日のお天気のポイントでした。あー、アオラン情報どうですかね。まだまだ入ってきてはいないんですけれども、でも他に一つお伝えしたいのが、この後久しぶりにお絵描きをする予定ですので、ね、今日各地穏やかな天気となっている中、お絵描き日和ともなっていますので、久しぶりに描かせていただきます。本当に久々なのでちょっと緊張するんですけれど、私が絵を描いて皆さんが何を描いたのか当てるという形式でスタッフさんがこれ作ってくださったんですけれど飛んでますね。直近で、一番直近で描いた私の宝物の絵です。モモンガのぬいぐるみなんですけれど、ね、猫じゃないですね。すごく上手にこれ描けた力作なので、
この調子で。あ、初めて見るとなんだこれってなりますよね。説明なし、傘みたい。これは傘ではなくって、あのこれぬいぐるみなので、このベル、あの腕につけられるベルトがついてるんですよ。そうなので、これはあの実際のモモンガではないので、これがついてる。でもそこじゃないみたいですね、論点。どうやら平べったい。あ、でも実際も平べったいですよ。で、猫じゃないんですよ。いかに捕まった猫でもな、触手みたいな感じで違うんですよ。モモンガのぬいぐるみなんです。皆さん、この先ね、さらに難しい問題を答えていただくので、これちょっとまだまだ難易度低めですよ。え、手の位置ですか？あ、足は問題なくても手がおかしいですか？え？確かに言われると、あの車と同じ原理で変えちゃう。いや、でもそこは多めに見てください。いや、この先また頑張りますので、ちょっと期待していただけたらと思います。では告知をしていたところで、ここからはお天気もしっかり見ていきます。エリアごとに見ていきましょう。まずは北日本、北海道のリポートです。旭川市のニッシーさんからです。おはようございます。パラパラと雨が降っています。体感は寒いですといただいています。だいぶ朝から降っていたようで、水たまりもできているような状況ですね。東北中心に朝から雨が降っています。では続いて見ていきましょう。山形県東根市の方からです。雲が低いですね。雨はまだ降らなさそうですといただいています。東北、山形県ではまだ雨は降らなさそうですけれども、すっきりしない空となっていまして、ちょっと降り出しそうな予感もしていますね。東北では内陸山沿いほどこの先急な雨のリスクありまして、こちらの東根市もすっきりしない空となっています。では北日本のお天気報告です。皆さんからこの時間までにいただいている10分天気報告では、北海道広い範囲で弱い雨の報告です。ポツポツパラパラ程度の降り方のところが多くなっているようです。一方、東北では日本海側でだんだんと曇りや、そして一部雨の報告、太平洋側では晴れの報告が多いことがわかります。この先東北ではにわか雨に注意してください。では続いて東日本です。千葉県印西市のおそばさんから、今朝はよく晴れていますといただいています。あー、朝顔じゃないです。間違えちゃうんですよね、失礼しました。アジサイ、アしかかぶってないですね。朝顔リポートいただいています。すごくおしゃれな色合い。あー、茶色くなってきていますね。確かにくすみ感あります。くすみ感ありませんか？すごくおしゃれなお洋服も、こういう色すごくおしゃれになるんですよね。くすみ感がある。だんだんとね、ちょっと枯れてきているというか、満開を過ぎているようなところなんですね。また残り、こちらも満開はわずかとなりますので、ぜひお楽しみください。では続いて見ていきましょう。新潟県柴田市の方からです。黙々雲発達の朝といただいています。東日本では広く朝から晴れていますが、日本海側、特に新潟では雨のリポート多くいただいていました。黙々発達していますね。この先降り続くということはなさそうですけれども、朝を中心にまだまだすっきりしない空となりそうです。次第に高気圧圏内になっていきまして、日差しが届きそうです。では東日本の天気報告です。
関東から東海にかけては広くはっきり報告いただいていますが、新潟少し前の時間よりも若干雨の報告ありますね。場所によってはザーザーレベルの降り方となっています。同じく北陸富山県でも雨の報告、雨雲レーダー重ねていくと細かい雨雲、そして一部沿岸部では発達した雨雲慣れている場所もあります。この先次第に日差し届きますけれども、まだまだ朝のうちは雨雲流れ込みやすくなりそうです。では最後西日本見ていきましょう。滋賀県彦根市の方からです。暑くなりそうですとコメントいただいています。西日本でも朝から晴れているところ多いですが、山陰綺麗ですね。いいのって感じですね、すごくこう遠くの景色にすごく固まった雨雲ありますけれども、ただね、近畿では北部で同じく日本海側で雨雲そして雲流れ込みやすい時間帯この先ありそうですが、次第に日差しもしっかり届きそうです。こちらの北部の雲ですかね、ただこちらの頭上の雲は全くあまりなく青空も見えています。では続いて見ていきましょう。鳥取県倉吉市の方からです。ぽっかり青空晴れるのかといただいています。同じく山陰日本海側ですけれど雲多めの場所もあります。ぽっかりと青空不思議ですねぽっかり空いています。ただ周りには黙々と雲があるということですが、ハートに見えますかね。確かに松江市の方からも同じような空といただいています。山陰ではこの先雲広がりやすそうですけれども、次第に日差しも届きそうです空いとるかな空いとるかな、空いてますね、ただ青空も見えているということで、今後大きな天気の崩れはなさそうです。では西日本の天気報告、やっぱり日本海側近畿の北部などを中心に雲多めの報告となっています。また沿岸部では雨の報告もいただいています。その他は広く晴れの報告、九州でもオレンジ色たくさんですね。ただ南部では午後だんだんと雲広がりやすく雲優勢の空となりそうですが、今日は大きな天気の崩れはない予想です。では最後に南西諸島見ていきます。沖縄県那覇市の方からです。南の空だけ青空が見えて他は雲広がっていますといただいています。鱗雲のような鱗雲ですかね、一面雲に覆われていますけれど、南の方角は青空が見えているということです。付近には雨雲もありますけれど、この先沖縄本島では大きな天気の崩れない予想です。では現在の報告見ていきましょう。南西諸島、日本島では雲多めの報告ですね。ただ日差しも届いているところありまして、雨雲レーダー重ねていってもいいですか、どうでしょうか。本島周辺はそこまで目立った雲ないですね。一方で先島方面では付近の海上に雨雲見られまして、この先曇っていたり日差しが届いていてもにわか雨心配です。この先の空模様の変化お気をつけください。ではここまではエリアごとのお天気見ていきました。では今日の空読みを見ていきましょう。まずは北海道です。北海道では黒い雲に注目してください。今日は強雨や雷雨のリスクがあります。こういったサインとなりますので、空模様の変化お気をつけください。そして東日本、関東やそして東海エリアの内陸山沿いでは黙々雲に注目してください。こちらは天気急変のサインとなります。平野部では今日は大きな天気の崩れはなさそうです。
そして最後に東北から西日本の日本海側、そして九州の南部、種子島、屋久島ですね、雲の高さに注目してください。こちら低いほど雨に注意が必要です。にわか雨の可能性ありますので、この先も空の変化に注目しつつ、外出の際は折りたたみの傘があると良さそうです。ここまでは今日の空読みを見ていきました。では昨日よりも天気急変に注意が必要なエリアは少なくなってきていますけれども、天気急変の際はぜひリポートをお送りいただけたらと思います。アプリからは右下の空の写真、そしてこちらの送るという右下のカメラマークから、一番上のカテゴリー周辺の空を選択していただいて、付近の空の変化ですとか様子をお送りいただけたらと思います。すごい、幕張周辺は穏やかな空ですね。海も綺麗に、青空が広がっている分、青も海の青も綺麗に映えている気がします。船もたくさん浮かんでいて、すごくのどかな風景ですね。ぜひそのような付近の様子、空の様子などもこちらにコメントで入力してください。青色が綺麗なので白い船もすごく綺麗に見えています。進んでいないんですね、船進んでいない、進んでますかね、ゆっくり進んでますかね。何している船なんでしょう、漁業ですかね。ね、朝からいいお天気ということで、宿泊中あ、旅客船ですかにしてはにしては にしては、あ、動いてますか、左方向にゆっくり、あ、ゆっくり動いてますかね。波にこう若干流されているのか、でも波もすごい穏やかですね。その分動いていない、桃掘り、桃掘り桃掘り、釣りをされているんでしょうか、お船舶情報聞き覚えありますね、アプリの方で聞き覚えありますけれども、ちょっとリポートを送る前に船が気になりすぎて見ていったんですけれども、すごく海も穏やかな様子が伝わってきます。ぜひこの先もレポートお待ちしておりますのでお願いします。ではここまではリポートの送り方をお伝えしていきました。ではこの先の天気アラームもぜひ設定していただけたらと思います。マイ天気の下にスクロールをしていきまして、お天気アラームを選択してください。皆さんの、あ、これが出るんですね。私昨日と違う見え方で今日初めて押したんですけれども、このような表示がされるかと思います。あ、受信がすでにオンになっているとこちらが見えるようです。設定をされていない方はこの先設定する画面に飛ぶかと思いますけれども、その場合、その画面がですね、メニューからも見ることができまして、一番上のお天気アラームというところ、そして現在地連動のアラームからこちらのアラーム設定に、まだ設定をされていない方は飛ぶかと思います。ぜひこちらからこの先の雨雲の接近や、そして落雷に備えてアラームを受信するような設定をお願いします。先日まで本当に関東周辺に住まわれていた方は、こういった雨雲アラームですとか落雷アラームなどすごく届いたかと思います。私もそれに合わせて行動していたりですとか、事前に知っておくとすごく便利かと思いますので、ぜひこちらからアラームの設定をお願いします。ではここまではお天気アラームまで見ていきました。ではこの後は予報センターの吉野さんに今日の北日本のお天気について伺っていきます。
今日は北日本で寒気の影響を受け天気の急変に注意が必要です。吉野さん、この先のお天気いかがでしょうか。はい、すでに雨が降っているところありますけれども、この後は強く降るといった可能性も出てきます。はい、現在の様子から見ていきます。北海道広い範囲で雨が降っておりますけれども、大部分がポツポツパラパラといった弱い雨の報告で、まだそれほど雨は強まっていない状況です。はい、ただ雨雲レーダーを重ねてみますと、局地的ではありますけれども、少しずつ発達した雲が見えてきております。この後は活発な雲が通過して雨の強まる心配というのが出てきます。はい、北海道付近、この後は低気圧が通過します。この低気圧、上空に強い寒気を伴っておりまして、上空5500メートル付近でマイナス21度以下という強い寒気ということになります。このため大気の状態が不安定になりまして、雨雲が発達しやすくなる見通しです。この後の雨雲の予想を見ていきますと、はい、活発な雲、特に道北エリアや道央エリアの南陸部で発達しやすくなりまして、場所によっては濃い青色の部分ですね、本降りの雨を降らせるような雲となる見通しです。全体としては雨雲ゆっくりと東に移動していきますので、道東でも午後にかけては雨が降りやすくなってきます。活発な雨雲が通過するタイミングでは雨がザーザーと強まったり、場合によっては雷を伴う心配というのもありますので、雨の降り方要注意。特にそこの黒い雲に覆われてきますと雨の強まるサインとなりますので、お気をつけください。また東北方面、シミュレーションではあまり雨雲予想されておりませんけれども、大気の状態が不安定になりまして、昼間日差しが届くようなところでも午後になるとにわか雨といった心配が出てきますので、こちらも空の変化にお気をつけください。はい、今日は北日本、特に北海道では怪しい雲の接近にお気をつけください。ここまでは予報センターの吉野さんに伺っていきました。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。では今日は北日本を中心に天気の急変に注意が必要です。アプリからゲリラ雷雨の情報についてご覧いただくことができます。下のレーダータブからゲリラ雷雨モード、現在選択されているモードでは、この先の雷雨のリスクについてご覧いただくことができます。リスクが高くなるにつれて黄色から赤、そして紫に色が変わっていきます。この時間は特に色で表示されているような場所はありませんけれども、少し時間を進めていくと9時ぐらいからこのように黄色のエリアが出てきまして、お昼前後になりますと特に北日本を中心に黄色いエリア、一部秋田県や岩手県では赤色のエリアもあります。さらに時間を進めていくと北海道にもリスクが高い場所が見られます。今日は特に北日本、そして東日本でも関東の北部、内陸山沿いや東海エリアの内陸山沿いなどではゲリラ雷雨のリスクがありますので、空模様の変化注意してください。さらに時間を進めていきますと、夜になるとだんだんと色の範囲は少なくなっていく予想となっています。ただ夜の時間帯でも黄色いエリア北日本に残っていますので、この先のそういった変化についてもこちらからご覧ください。ここまではアプリのゲリラ雷雨モードをご紹介していきました。ではこの後は番組は7時より再開します。